無機質な病院内をアートで彩り、院内の環境を改善していこうというホスピタルアートのプロジェクトが近畿大学奈良病院で進められており、完成のお披露目会が今日行われました。今回のプロジェクトで生まれ変わったのは小児科の病棟にある処置室です。動物の足跡にいざなわれ、室内に入るとまるで森の中にいるようで、ところどころに隠されたハートの形が治療の不安を和らげます。このプロジェクトは近畿大学文芸学部と富士フィルムが共同で進めているもので、アートやデザインのプロデュースを学ぶゼミの学生たちが少しでも子どもたちがリラックスできるよう3つの案を考えました。これらを病院のスタッフが選び、富士フィルムが完成へ全面協力しました。プロジェクトを進める近畿大学文芸学部の森口豊教授は、今後病院内の廊下などの表示にもホスピタルアートを取り入れていきたいと話していました。